はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、海をイメージしたニュアンスネイルになります。ではまず用意するのは2色、くすんだブルーと、テラコッタカラーのような少し濃いカラーを準備していきます。最初にこちらのテラコッタの方を塗っていきます。でこの時なるべくこう透けるように色を塗っていきます。でまた少しだけ色を足して色にムラをわざとつけていきます。でこの時ジェル筆の片側に取るような感じで色をのせていきます。ブルーも同様に薄く塗るけど少し濃いところも作ってムラを出していきます。で硬化をします。続いてダズリングパウダー、こんな感じのものなんですけど、これをのせていきます。ちょっとピントがずれちゃってますが、このダズリングパウダーすごい薄い膜のような感じのものになるのですごく使いやすいです。そしてこのキラキラ感がとっても素敵。でこのダズリングパウダーは全体的にランダムにのせていってください。でこれで一度硬化することによってカラーの未硬化ジェルがまたより固まるので、ダズリングパウダーも固定されます。で続いてはこのコンテナにすごく少なく入ってた、白ですね。これマットの白じゃなくてシアー系の透ける白になります。これとあとは今塗ってる、これはミキシングジェルですね。透明のミキシングジェルなんですけど、これをまずは最初に薄く全体に塗ります。で、その後、先ほどの白を優しくのせていきます。今回は全体じゃなくて、少し塗ってない部分も作りながら色をのせていきます。はい、で続いては、ライナーブラシを使っていきます。これでミキシングジェルを今筆先に取って、先ほどの白の上にちょんちょんちょんと置いていきます。で白は硬化しておりませんので、ミキシングジェルを置くと白がもやーっと広がって模様ができていきます。これよくなんか夏とかのミナモネイルとかそういうアートで使われる技法です。これで硬化をします。はい、でそうしたらアートは完成になりますので、トップジェルを塗っていきます。
します。はい、こんな感じで完成になります。今回は海をイメージしたアートなので、色がちょっと夏っぽい感じなんですけど、これ色を変えてもまた違うイメージのデザインになると思うので、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。爪に乗せるとこんな感じです。はい、では、本日のデザインのご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。